ザ大金星。侍の国日本で武士道を今に伝える剣の道。最初の大金星をかけた戦いは剣道。競技人口は国内だけで177万人。そんなにいるんだ。その頂点に君臨する一人の男。剣道歴57年林邦夫73歳。剣道界最高位藩士八段ね。剣道の最高段位は8段。林はその八段の中でも最高峰の称号藩士の持ち主。本当の横綱や。競技人口のわずか 0.0001% という達人中の達人だ。普段は愛知県の強豪中京大学の名誉教授として生徒を指導。すごいですね、この年で。現役バリバリの大学生相手に今なお剣を振るっている。とても73歳とは思えないような覇気があるような感じがすると思います。誰もが認める剣道界の横綱は今回の戦いについてこう語る。どう思われてるんだろう。剣道そのものが私は人生であります。自分が強くならなければいけない、そういった生活をずっと繰り返してきました。年を取っても強くなる可能性があるのが剣道です。若い頃はスピードパワーで試合やってきましたけども、相手を読むことができるようになった。今が一番強いと思います。したがって、私が必ず勝つ。自分の人生をかけた戦いだと思います。わあすごい。剣道人生をかけ迎え撃つその相手は大金星を狙う3人の挑戦者。八段の先生よりも練習してるんで勝つ自信はありません。まあ、ガンガンいきます。女性だと思って舐められたくないので一本取りたいと思います。技じゃないパワー、それに限る。押されて腰が折れたとかさ、なんかなっちゃいましたって言われても知らないよ俺。果たして剣道界最高位藩士八段から大金星を奪えるか。決戦当日、剣道界の横綱藩士八段林邦夫剣山。貫禄がすごい。対決は3分一本勝負。時間内に決着がつかない場合は大金星とはなりません。さあ林さん、今の心境は。一生懸命やります。ただ己の剣を貫くのみ。さあそんな横綱に挑む最初の挑戦者はこの男。バルセロナオリンピック柔道金メダリスト小川直也。柔道でしょ元は。実は剣道も初段の腕前。格闘技界の暴走王が横綱から大金星をもぎ取りにやってきました。格闘技界の暴走王小川直也。そうですね、すごかったですね。わ懐かしい。内股と一本勝ち。オリンピック銀メダル、世界選手権3連覇、柔道のトップ選手として輝かしい戦績を持つ小川だが、実は幼少から剣道を学び、中学時代には地区大会で優勝の経験もある実力者。格闘センスの塊が再び市内を握り大金星を狙う。やっぱこの体を生かした作戦でいくしかないから。まあ、まさにパワーですよ。パワーでかい。技じゃないパワー、それに限る。しょうがない、もう仕上げないけど、本当にそこにいるおじいさんだったよ。ぱっと見はね、なんか剣道やってるのぐらいの。
パーンと行きますよ、ドンドンと、はい、強そうだよ、ドンドンドンって言いますよ最後は気持ちよく気温が多いな。初段といえば、まあ、私から見ると子供みたいなもんですね。まあ孫か、孫もう戦う前に勝ってます。実力というよりも気ぐらいで相手を圧する、そういうことができればいいかなというふうに思っています。剣道界の横綱から暴走王は大金星を奪えるか。横綱林に相対する暴走王小川直也、身長差は21センチ、体重差は35キロ、いやもう体格差は圧倒的です。おらんよ。果たして横綱林は磨き抜いた剣でこの男を跳ねのけられるのか、はたまた暴走王に踏みつぶされ大金星を奪われてしまうのか。いよいよ対決です。さあ3分間の戦いが始まりました。もう好きだらけ。小川は上段に構えます。大きな体がさらに巨大に見えます。一方剣先を揺らしている横綱、ほらもう隙がないから入り込めない。どちらが先に仕掛けるか。小川がいった。しかしこれはかわされます。最初の30秒が経過。横綱はまだ仕掛けません。大きく剣先を揺らす。横綱がいった。林が行きましたが、これは旗は上がりません。話すときのあれ怖い。ここまで両者一歩も譲らず。今度は小川だ。これは打ち切りません。これ怖いね。すごいよね。横綱の剣をかなり警戒しているのか。体重差すごい。小川間合いに入れません。暴走王と言われる小川が踏み込めない。圧をかけていく横綱林。ここで林が小川を誘うように片手に。さあ林、次々と仕掛けていく。凄まじい緊張感です。少し下がっています小川、完全にプレッシャーを受けています。林が行きましたが、ここも旗は上がりません。あっという間に残り1分です。林が行った。林が行った。小手あり1本、横綱林の勝利です。リプレイです。小川の隙を突き、この横綱の華麗な小手が炸裂しました。小川直也大金星ならず。敗れてしまった小川さんです。お疲れ様です。いかがでしたか。くそー、めっちゃ悔しいです。これ73歳でしょ、はい、いや衰えないね。もうイライラするね。自分のこの50歳が負けちゃいけねえなみたいな。勝因はどのあたりにありましたか。うん、別に今までの修練した結果が崩れないですね。まさに自分の剣道ができたと思いますね。横綱林、暴走を寄せつけず撃破。続いての挑戦者が入場です。女性です。あら、高校大学と団体戦で全国優勝。全国優勝。美しき女剣士、大亀杏子23歳。かわいい名前。かっこいい。女流剣士大亀杏子4段剣道歴17年、6歳から竹刀を握り、高校時代には茨城の強豪守谷高校のキャプテンとしてインターハイ団体優勝。すごい。さらに名門明治大学でもキャプテンとして全国優勝。わすごいな。現在は総合実業団で活躍する日本屈指の女流剣士。かっこええな。自信はあります。お林先生の動画を見て研究しました。おすごい。
女性だと思って舐められたくないので絶対勝ちたいと思います。足を使って動いて、はい、先生が嫌がるような動きをして一本狙いたいです。大剣もしとります。やはり女性と男性とでは違いがあります。泣けるはずがありません。全身全霊でね、一本打ち込む、そういった試合ができればベストだと思います。一流女剣士の誇りをかけて大金星を奪えるか。前よりから我々ね、今から見ていきますけど、結果は実は誰も知らないんですよ、うん、はい、でまさかの大金星一つもないっていうパターンも、そっか、まあまあありえますし、この横綱とされる格上の選手が格上すぎるから、そうなんですよ、これ勝てるのかなっていうのがね、単純な興味でもありますけども、まあでもそこを破らないとやっぱり金星の上の大金星にはならないわけです。そうね、はい、林先生の実力いかがでしたか。緊張感すごかったですね。小川さんとのやつ一歩も踏み込めないんだろうなっていう感がすごかったです、はい、うん、本当だからもうスターウォーズいうヨーダでしょ。確かに、もうだから先生がもうダースベイダーとか育てたんですよ、知らずにね。知らずに。でも今回はほら今実業団でやられてるでしょ。はい、大神選手は、ね、大金星なるかもしれない。いやいやいや、どっか隙を見せてほしいですね。なんかもうあまりにも完璧すぎてね、先生が、うん、そうですね、実はちょっと同じ亀仙人のようなね。ちょっと隙が、林先生を何かに例えなくていいから。剣道界の横綱から大金星を奪えるか。本日2戦目となる横綱林邦夫73歳に対するは、各世代で全国制覇してきた現役トップレベルの女流剣士、大亀杏子。横綱が再びその実力を見せつけるのか、それとも鎧をまとった美しき剣士大亀が女の意地で大金星をもぎ取るか。いざ対決。言っても余談やもん。おっ、いきなり大亀がいった。あれ入ってないんだ。しかし旗は上がりません。赤いのも入ったと思ったね。スローで見てみましょう。これはわずかに浅いか。あれ受けてる、林の剣に阻まれ、ちょっとついてる、ついてる、踏み込み切れませんでした。一本を取るには日頃の鍛錬はもちろん強い精神力が必要となります。すごい、こんな至近距離でね、初めて見ました。すごい、もう林の守りが固い。大亀ちゃんもすごい、大亀ちゃんも積極的ですね。ここも弾かれます。すごい、気迫に押され下がる大亀。林の小手、これは浅いか。大亀も瞬時に反応しています。よく見れるな、全然わからない。一進一退の攻防、さあ1分を切った。これは大亀の面、林はどう。どうも浅かったな。旗は上がっていません。激しい打ち合いになっています。どちらも負けられない横綱の誇りと女流剣士の意地がぶつかっています。あれ、ここは竹刀が挟まったか。一旦仕切り直します。残り時間は30秒を切っている。時間切れ、時間切れ、一本を取らなければ大亀大金星にはなりません。ここも決まりません。頑張れよ。残りは15秒。さあ出して、やばいやばい、10秒を切った。さあどんな決着が待っているのか。大亀さん、いけいけ、3秒。最後の最後に面だ。ついてる、ついてる。しかしこれも決まらず、ダメなの。ここで試合終了です。女流剣士大亀、いやでも引き分けた、大健闘でしたが、
剣道界の横綱から大金星を奪うことはできませんでした。さあリプレイです。残り時間ギリギリで放った面ですが惜しくも届かず。ここは危なかったなというところありますか？ありますよ。このあたりですかね。やはりあの面を打ったところなんかね、うん、あの1本打ってるんですけども、私ですと姿勢も崩れないですから、見て1本ならないんですね。これからさらに攻めを強くしてい、く剣道をやっていただくと有効になると思います。この悔しさをまた試合に生かしていきたいなって思います。2人目の挑戦者も大金星ならず。あら、もう先生すごいわ。いや、すごい。いよいよ最後の挑戦者入場です。強そう。中学高校と個人戦の全国チャンピオン、中根雄也22歳です。中根雄也4段、中学高校ともに個人戦日本一、世代トップを走り続けてきた中根。現在は強豪校流通経済大学の主将としてチームを引っ張っている。22歳、まだ若いんで、やっぱ八段の先生よりも練習してるんで勝つ自信はあります。負けず嫌いっていうのがやっぱ自分のモットーだ。今考えいきます。大金星取りたいと思います。インターハイで個人優勝するということは並大抵な稽古じゃないと。しかも大学4年生ですから、一番今は充実しておくんですね。でも負ける気はしないです。すごい。絶対ね、勝ちます。若き侍は横綱から大金星を奪えるか。さあ、でも同じ四段の、今度は男のね、はい、でも横綱もインターハイで優勝なんて並大抵のものじゃないっていう、ちょっと認めてるところがありますね。ましたからね。ただこれ同じ日ですよね、ロケ。多分3戦目ってことでしょ。多分体力的にどうかしら、横綱何ですか。横綱大丈夫かな。急に第2幕始まりましたみたいな発声で。剣道界の横綱から大金星を奪えるか。さあ、今日3戦目となる林、73歳の体にスタミナは残っているのか。一方、大金星を狙うは中学高校チャンピオン、若き侍中根です。さあ、年齢差51歳の対決が始まります。果たして勝つのは若さか、それとも経験か。さあ、いくか、なるかならぬか。運命の3分一本勝負、始まる。今始まりました。両者激しい打ち合いになっています。共に一本はならず。林が仕掛ける。中根も応戦します。先生の方から行く。おい、お、中根の面だ。強烈、決まったかに見えましたが紙一重。これは一本ならず。これですね、ブレてない。あわや大金星かという瞬間でした。ここで両者距離を取ります。ほとんど身長が変わらない両者、打ちやすい間合いは同時に打たれやすい間合いでもあります。元高校チャンピオン中根、踏み込めない。何それ。逆にじりじりと横綱林が前に行きます。緊迫感のある展開になっています。さあ、どちらが仕掛けるか。おお、ここで中根がフェイントを入れる。心臓が
旗が上がった。ベンガリ一本。うそ。入っちゃった。ってことは三人いた。三人いた。勝ったのは若き侍中根雄也。見事横綱林から大金星をもぎ取りました。あら。改めてリプレイです。フェイントから繰り出したこの一撃が横綱の面を捉えました。動かない。美しい一歩。それでも先生動かない。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。いや緊張しました。まあなんとか勝ててよかったなと思います。気迫とかもう威圧がすごくてなんか立ち向かえるかなと思ったんですけど、負けず嫌いっていうのが発揮して頑張って立ち向かっていきました。今回林先生と対決させてもらって本当にいい経験になったなと思います。大金星を奪われた横綱は静かに頭を下げた。いい剣道だよ、うん、いい剣道。強い人と稽古やってください。もっと強くなる。若き侍を認めアドバイスを送った剣道界の横綱。感動する。その表情にはどこか清々しさがあった。見事若き侍中根雄也大金星。ついに出ましたね。出ましたね大金星。感動しました。最後やっぱり林さんのちょっと本当にすがすがしい顔を見たら、うん、スポーツっていいねと思いましたわ、うん、いやすごいの見たね。ただ一本入れられたと動かなかった。先生はもう微動だよ。全然動いてなかったですね。ノーリアクション、ノーリアクション。お前もう私を超えていったみたいな。見たもん俺スターウォーズで。ヨーダじゃないんだって言ってたでしょ。なんかジェダイで言ってないよ。VTR があるんです。もう一つ、はい、ここで大金星剣道対決特別編。それは全試合終了後のこと。え？竹刀を手に何やら物足りない雰囲気の男が。いやいやもう悔しいからね。できたらもう一回やりたいんだけどね。誰かいないかな。まあ俺の場合ほら誰とやっても大金星だから基本。まあそう、初段ということで。初段だからもうね、誰でもいいんだよ。いいかな。いいかな。しかも女子すっきりしないんだ。やめなさいよ。俺は全部大丈夫です。なんと急遽小川と女流剣士大亀の対決が決定。なんかしかもまさかのエキストラマッチとなりましたが、小川さん、はい、大亀さんを前にしていかがでしょうか。実はね、あの彼女ね、大学の後輩なんですよ。いや先輩とか関係ないんで、やっぱ余談なんで私絶対勝ちたいと思います、うん、鎧をまとった美しき剣士大亀が格の違いを見せつけるのか。かっこいいな。暴走を小川が大金星をもぎ取るのか。何も見せちゃってくださいよ大亀さん。絶対勝ってね。いよいよ対決開始です。3分1本勝負今始まりました。さあ早々からつばぜり合い。その中でパワーを見せる小川、ね、ここも激しい打ち合いだ。うわうわちょっと今のでもいいの。体格差では圧倒的に小川。頑張れ。あの押すやつ怖いな。本当だよ怖い。大亀ひるまずに前に出ます。あらもうあのオスの怖い。女流剣士大亀、小川のパワーをどう攻略するか。でも小川さんが下がった。どう激しい攻防。意外と小川さんも強い。すごいよ。攻めていった。ここは旗は上がらず。ほんと負けず嫌いなよな。徹底して距離を詰める大亀です。どんどん下がっていってるんですよ。今度は小川の面。いやもう時間切れだけ許さないですよ。マジで。いや本当泥仕合です。それだけ許さないですよ。どっちか。また面だ。面の連打。小川が積極的に前に出ています。引導渡してやれ。頑張れ小川さん。
大亀の面だ。上がらない。これは小川が防ぎます。やっぱ身長差があるから面難しそうですね。ちょっとリーチもねだいぶ違うもんね。大亀の胴、旗は上がりません。ここでギュッと接触です。ちょっとちょっと小川さん、小川のパワーに女流剣士大亀吹き飛ばされました。小川さん、いやいや、もっと実業団、女性相手でも小川一切手加減なし。再開です。さあしかしここでも大亀が前に出る。小川の連続技、いけ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 、1分だよ1分だよ。さあ残り時間はあと1分。両者の息遣いが聞こえてきます。大亀の固定、入った大亀の固定、赤い旗が上がりました。大亀の一本。集まってきた。放送王の小川直也を見事に仕留めました。女流剣士大亀、見事大金星を阻止、四段のプライドを見せました。よし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 。リプレイです。小川の圧力を華麗に出し、カウンターで小手が炸裂。完璧な一本です。素晴らしい。いや、ちょっと待って、超疲れてる。強い知ってます。パワーがすごいので、本当よ、稽古したらもっと強くなるんじゃないかなと思いました。余談からの意見です。これはもう真摯に受け止めてください。美女剣士暴走王、見事返り討ち。あれよかった、よかった。あ、でも本当すっきりしました。勝負がついてということで、全ての対決が終わりました、はい、5つの対決を行いまして、うん、1つの大金星が見事達成ということですね、うん、でもなんか普通なんかもうちょっとこういう番組って何個かありますよね。金星ぐらいなら多分いけるんでしょうけど、大金星になると、でも本当ガチでやってるんだなってすごい伝わりました、うん、ちょっとあの今回スタッフもあまりにガチにやりすぎてこういう結果になってしまったって言ってたんですけど、それぐらい本気で今回この番組挑んでいますので、まあ、次につながりましたこれは、うん、どういう対決が見たいとかもしあれば楽屋に残しておいてください。回収今じゃない、今別に言うことない、今言うことじゃない、今台本に書いとってくれれば。